阪府にある浪商学園。先のドラフト会議で中日ドラゴンズが1位指名した牛島和彦投手は12月3日第1回目の交渉を行い入団が決定した。希望の球団に入団できてその喜びを牛島投手は、ドラゴンズで投げたかったからドラゴンズ決まった時はやっぱり嬉しかったですけどね。目標はやっぱりまっすぐで押せるね、小松さんみたいなピッチャーになりたいですけど。甲子園の星から中日の星へ大きく羽ばたけ牛島投手。